一応学校行くんですけど、途中で空襲警報発令になっちゃうと溝がありますからね、脇に。そこの中入って目と鼻とちょっと押さえて、その解除になるまで待ってなきゃならないのね。でそれでやっと空襲警報解除ってなって、それ行けって言うんで一生懸命行き出すと、またそれうーなんですよ。で何のことない学校行く頃にはちょうどお昼になっちゃってて、コッペパン一つもらって、もうこれでお授業しないで危ないから今日はお帰りにしましょうってことになってしまうの。だからコッペパンもらいに学校行ったみたいなのよ。学用品なんかも自由に買える状態じゃなかったですからね。ノートなんかも最後まで書き切って、先生の権威をいただいてからじゃないと新しいの使えない。たまたま私はそれを逃れましたけれどね。どういうので私決めたのか、今はもう子供の頃だからですけど、上の方のね、区の方からの指令でも、あの強制的にここの家はと、ここの家とここの家は強制疎開だから壊すっていう指令が来るらしいんですよ。もったいなかったわよ、いいお家ばっかりでね。今みたいに道具なんかもちろんないでしょ。人海戦術なんですよ。そのお家を周りを縄でやって、みんなでえんやこらえんやこらってギーギー泣いてる、お家が泣いてる声が耳についてる。私きしみながらギー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 ってなってて、ダダダダダーっと壁が落ちてくるのね。そうすると昔のいいお家だからね、いいものもたくさんあるのよ。それでね、その後私たちお片付け手伝いに行くというのは名目なのね。拾いに行くの、なんかいいもの残ってないかなと思って、そしてそれをお手伝いのお礼にいただいてくるの。別にね、何の悲壮感もなかったの。あれ不思議ね。遠足にでも行くような気持ちでね、もちろんね、院の先生はいらっしゃいましたけれどね、あの時は上野から行ったんですよね確か。それで送ってきてくれて、朝、あ、変なこと覚えてるの。ゆで卵食べるといつもそれを思い出すの。近くのおばさまがね、これを疎開に行く時に持ってってくださって、ゆで卵持ってきてくださったのね。貴重なものだったのよ、ゆで卵なんて。私たちが行った頃にはもう小さい子も大きい子も一緒くただから、なんていうの、家族単位みたいに一部屋がグループよね。大きい学年の子から小さい学年の子までね。そうするとね、大きいって言ったってたかが4年生ですよ。自分のことだってろくにできないのに、下の子はおねしょするし、その後始末しなきゃならないのね。それで最初の頃はね、保母さんっていうのも来てくれ、いてくれたんですよ、何人かね。そのうちもうみんな動員がかかっちゃったから、そんな子供の世話よりも工場行ったりなんかしなきゃならない、みんな呼び戻されちゃって、お洗濯も作らないものも全部自分たちでしなければならなくなったのね。旅館でしょ、要するに温泉町だから。大きいところはすごく大きいし、小さいところは 3,4 組しか泊まれない何々旅館なんていうところは、ご飯食べるのも四角いお膳のあそこの上でお勉強なのね。だから不公平だから、時々その変わるんですよね、交代っていうか、今度は何々旅館、今度は何々館っていう風にね。で食べるものももちろんご飯なんて、そんなちゃんとしたお米のご飯なんかないからね。今考えるとお昼食べてたのがなんだかわかんないですよ。雑穀のお団子みたいなもの食べましたね、お昼は。で朝はご飯の中にお豆とか泡とか雑穀が混ざったご飯ね。そしてお味噌汁はね、今でも思い出すの、お椀なんてそんな学童にたくさんないでしょ。それだから酒缶の周りを金槌で叩くのお仕事なのね。口切るといけないから、口の中が寂しいわけよ、食べるもんないから。そして最初はね、あれは
タバコ屋さんなのかしら、雑貨屋さんなのかしらね、日記の赤いベルト締めた日記だとかね、ごま塩だとかね、歯磨き粉だとか、いろんなものを売ってるお店が旅館の降りたところにあったのね。でそれを見つけては買ってきて、そのうち何もなくなっちゃったのね。で今度は歯磨き粉、チューブなんてそんな気の利いたもんないの、あの緑色のね、あれはそれでもね、粉よりもまだマシな、ちょっと潤いのあるような、いまだに覚えてる、こんな緑色の瓶ね、それを買ってきてね、舐めるの。でも美味しくないわよ、歯磨き粉って。でもね、その時はちょっと甘いようなね、あの発火のような感じでね、美味しいと感じたの。薪を取りに山へ行ったり、あのそれも荒縄よ、荒縄に言われて、だからね、坂道で転ぶともう起き上がれないの、ゴキブリがひっくり返ったみたい。でも上級生の、でも覚えてるお兄ちゃんが助けてくれたりね、それでね、親切なお兄ちゃんはね、俺が持ってあったと言うと後で怒られるからな、あの村の入り口まで来たら自分で持つんだぞ、それまで俺の上に乗せろって言って乗せてくれたりね。ほいで私がご飯当番の時にそっとお兄ちゃんのとこお団子一つ余分に入れるとか。だから、うん、本当はとってもとっても辛い思い出なんだけど、今になって考えるとそういうな楽しいことも思い出すのよ。二人ぐらいがみんなのものを頼まれて、子供があれが欲しいこれが欲しいって言ってるから、それ持ってってやってくださいって、そのどうしても生活に必要なものでね、ないものをその人が預かってきてくれるの。でも食べるものなんかはね、東京ももうなかったからね、お土産の食べるものってね、いり豆なの。それをスプーンに一杯ずつね、同じお部屋の人もあのもらえるの、面会の人が来た時は。ご飯炊くにしても何にしても薪だったでしょ。だからそれを自給自足するためには山へ取りに行かなくちゃならない。そして窓の下にあの大きさを揃えてやって束にして積み上げていくわけ。だからね、それちょっと関連性あるんですけどね、その脱走するのに窓を開けてその薪を足台にして降りるわけ。どうせ駅まで行ったって逃げられるわけはないのにね。それでも東京恋しくて行っちゃう人がいたわけ。だけど駅まで行ったってね、駅までは行けるのよ、草刈電鉄って。軽井沢とね、あの草津をやってるわけなわけ、行ったり来たり行ったり来たりするでしょうね。だって上野までなんかみんな行かれっこないの。軽井沢までが関の山ね、だって切符も何もないんだもん、乗れるわけないじゃないね。それでまた連れ返されるのがオチなのよ。それでお仕置きされるだけなのよ。で一人だけお仕置きならいいけど、同じ部屋の人も気がつかなかったからって一列に並ばせられて、みんなバツくんの。手紙も検閲あるんですよ。だからあの辛いとか悲しいとか帰りたいとかそんなこと書けないの、消されちゃうの。それで元気でやってますばっかりいつも書かされるの。家が離散した時の父の手紙ね。普段父はね、手紙なんかあまりくれない人だったんですよ。それがでも余裕があるのね、偉いわね、焼けてすぐあんな手紙を書けるなんてね。感度の悪いラジオでしょ。だからね、何言ってんだかさっぱりわからなかった。そのうち先生が泣き出したから、何かきっと悪いことが起きたんだなと思った。それで
そのラジオの放送が終わってから先生から改めてこういう天皇陛下のありがたいお話だったんですよって、だからもう戦争は終わったのって、それで初めて知ったの。その時はね、子供でしょ、ああもうお家帰れるんだって思ったの実感として一番ね。もっとも実際にはそれからすぐになんか帰れませんよね、あれだけの学校が大移動してたんだから。最後にね、帰ってくる時ね、妹館だったんですけど、おばあちゃまがいらしたの。そしてみんなにね、たくあんを一本ずつくれたの、お土産に、東京に。あれすごい嬉しかった。うちへ帰っても、お土産にもらったよって言ってね、大根なんか干したたくあんだ、大根母にあげて、よかったねって言って喜んでもらったの。でもあんなにたくさんの人にたくあん配ろうと思ったら大変だったでしょうねでもやっぱりその気持ちありがたかったし、今も覚えてるわよ。入ってきた後はもう進駐軍が入ってきてたでしょ。こんな私のまだ4年生だ、こんなちっちゃいでしょ、倍ぐらいあるような人が長靴っていう、なんていうの、兵隊靴のまま上がってきちゃうわけです。どん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 ね。それで背中に白身のみんな湧いてるじゃない、だからポンみたいなのしょって、で頭の上から DDT 振りまくんですよ。そしたら、あでも偉いわね、母って英語なんてわかるわけないのにね、靴の靴のって言ったらちゃんとね靴脱いだよ。それでお母さんごめんなさいってでもね、それからあと仲良しになったの、彼とも。それでお休みになると、やっぱり彼らだってそういう進駐軍のいるお家のところから遊びに行きたいけれど行くとこないじゃない。そうすると日本のママ、日本のママって言ってね、うち遊びに来るようになったのよ。5年生に帰ってきた時はね、プーリンにお椅子をいろんなとこからかき集めてきてね、そこでやったんですけどね、皆さんご承知の黒くべったり塗った黄金ね、字のとこより黒いとこの方が多かった。一人一冊なんかないのよね。そして新聞台の大きさのものを6人に一冊とは言えない、一枚だわね。それを自分たちで折ったり切ったりして本の形にして、そしてその日その日で回ってくるものが違うの。今日は国語の本、次は算数の本。制服作るって言ったって、綺麗だってまだ自由にデパートなんか売ってなかったでしょ。だからあれメンサージかなんかかなんか作ったような気がするわ。でも初めてね、その女子校へ入ってやっとバラック建ての校舎が建って、制服っていうものをあつらえてきた時、びっくりした。本当に今まで文部に縫い直したねなんかばっかり着てたでしょ。だからきちんとみんなが制服着て並んだ時、はあ、これが本当は、言葉は知らない、平和な日本なんての言葉は知らないけど、本当の私たちの生活が戻ってきたって始まるんだなって思って。